下松市のムービックス周南は新型コロナウイルスの影響で先月17日から休業していました。午前9時、4週間ぶりの営業再開です。開店と同時に訪れた映画ファンは早速お目当ての作品のチケットを買い求めていました。大画面とあと大きい音ですかね、それが楽しめないっていうのは残念ですね。この映画は特にちょっと見たかった映画になったんで助かります。ずっとホームページとか見て待ちに待ってたって感じなので嬉しく思いますけど、それでもやはりコロナは心配ですので、消毒やマスクなどは必要だと思います。再開にあたっては新型コロナウイルス感染防止のさまざまな対策が取られています。客にはマスクの着用と手の消毒の協力を求め、密にならないようにロビーの椅子などは撤去されました。入り口ではサーモグラフィーで検温が行われています。劇場内では上映の合間に換気するほか、座席を7割ほど減らして間隔を空けました。3密にならないように、席を離したりとか、休憩時間を多く取ったりとか、対策を取っておりますので、安心して映画ご鑑賞いただけたらと思っております。家族連れやグループで来場しても離れた席に座るようになりますが、ムービックス周南では感染防止対策として理解してほしいとしています。